今日は2015年10月23日です。朝日新聞の一面には、これはマンションの杭打ち工事の問題ですね。3040件公表して調査するんだということなんですけども、ところが個々の物件についてはどこが問題があるのか公表しない。まあ、言いますけども企業というのはこういう、バレなきゃバレない嘘というのはつくという体質があるということですね。天聖人号に面白いことが書いてあって、悪い行いというものは世間にどんどん広がるけれども、良い行いをしてもすぐ消えてしまう。シェイクスピアがそういうふうに言ったらしいですね。まあ、野球賭博の話でそうなってるんですけども、せっかくいい選手であっても悪いことやった途端にその名声が消えてしまう。まあ、私も正義の味方のつもりでこうやって毎日門前で34年間やって、YouTube にも門前のアピールや演奏をもう1000件以上載っけてるんですけどね、それが評価されたことがない。まあ、私が死んでしばらくして評価してくれる人がいるんじゃないかと思うんですが、だからいいことをする人が少ない、悪いことをする人が多いのかな。まあ、愚痴を言ってもしょうがない。今日はソルの月光ですね。これは私のレパートリーでちゃんと弾けなきゃ恥ずかしいんですけれども、楽譜の形を見ると単純なアラペジオに見えるんですけれども、実はこの中にメロディー、それからベースの音、中間の和音を構成するための音、いろいろ含まれて非常に奥の深い曲です。このメロディーの部分をメロディーとして弾けるかどうかというのが私は大事だというふうに思いますが、私がギター教室の生徒さんの練習曲として必ず使う曲です。
結局何回か突っかかりましたけどね、今日はこれぐらいにしておきます。